はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日のコーヒー雑談はですね、どうやったらコーヒーを美味しく入れられるのかっていうお話でございます。まあすごく基本的なところですけれどもね。僕今日知り合いに言われたんですよ。カズマックスさん、どうやったら美味しいコーヒーって入るんですかって。どこを気にしたらいいんですかって。その人はペーパードリップを始めたばかりの人で、火加減とかまあいろいろね、最近覚え始めたくらいで、いろいろ入れ方で悩んでるらしいんですよ。なんか苦くなっちゃったりだとか、甘くならないとか、いろいろ苦戦してるらしいんだけど、まあそう、どうやったら美味しく入れられるんですかって聞かれた時に、僕ちょっともう考えたんですよね。とりあえずどこから気にしていったらいいのかなって。これ前にサブチャンネルでも、ちょっと語ったことはあるんですけれども、僕が、コーヒーを入れる時に、まず気にする部分。どうやって味の調整をするかって話ですね。まあ美味しくするかではなく、まあとにかく自分の思い通りの味にしたいわけだよね。要は。だって自分の基準だもん。美味しいって、美味しい美味しくない。自分の狙った通りの味にすればそれが美味しいわけだ。から、僕はですね、まあ本当これ基本的なところなんだけどね。はい、こちら。これ見えます？僕、コーヒー入れるときにメモリで考えてるんですよ。いつも常に。コーヒー入れる前に僕の頭にはメモリがいるんですよ。これもう僕コーヒーを始めてすぐノートをつけ始めたんだけど、まあそれがメインにな、中心になってるのかな。最初に考えたこと。まずどこを気にしたらいいか。とりあえずまあ僕のね話なんだけども、まあ雑談としてゆっくり聞いててください。こちら。僕まず粉の量、そして引き加減、湯の温度、そして抽出時間、そして抽出量をまあ基本的には考えてます。この5つのメモリですね。この5つのメモリなんですよ。頭の中にまずこの、まあ、グラフがあったとして基準点を設けるんだよね。このまず、まあ、真ん中いろいろ、まあ、入れ比べて、まあ、大体この辺が基準だなっていう、まあ、安定して自分が美味しく入るなっていうところをある程度見つけた上でそこを基準としてプラス1とか2とか、だから豆の量を 1g 増やしたりだとか、引き加減を1メモリちょっと細かくしたり粗くしたりだとか、あと湯の温度を1度2度上げるとか、時間を、まあ、少し伸ばしてみると か、そういうことなんですよ。それぞれのメモリによってまあなんつーの、微妙な差はあるんだけどね、味の影響の出方っていうか、まあ基本的には粉の量が多くなれば多くなるほど、まあ強くなる、重たくなるよね。そして火加減が細かくなれば細かくなるほど、まあさらに抽出は早くなるし出やすくなるから、まあ要は重たく強く苦く、で湯の温度も高ければ高いほど、時間も長ければ長いほど、抽出量もこれは少なければ少ないほどかな。まあ詳しい、まあ細かいこと言うともうちょっと細くなってはくるんだけれども、全てがまあ苦く重くなるわけじゃないと、まあ解釈の仕方なんだけれども、まあ基本的にはこんな感じで、まあその日の気分によってとかね、あとは目指したい味とかによってここのこっちに行ったりだとか、この辺行ったりだとか、ある程度のメモリを頭の中にこうって持っておくと調整がしやすいんですよ。で気をつけるべきはまずここを頭に置いて、ある程度こう調整ができるようになってから、だから腕とかさ、ドリップの腕とか、どんな道具を使うとか、どういう風に入れるとか、そこですね。まずここ、どんな入れ方で、どんな技法で、どんなことを守ってとか考える前に、まずはこれを頭に置いてやった方が絶対にドリップは安定すると思う。僕はね、まあドリップの腕はね、確かにピンからキリまであるよ。ですごく大事だけど、なんていうの、大事なんだけれども、コーヒーの味に占める割合としては結構低めなんだよね。僕の感覚では自分に合った美味しい豆がまず9割決めます。味の9割で、残りの1割、 10% 中の 5% はまずこれだね。あとその 9割の行く末も、まあ、ある程度決めるわ、これによって。これ、それがあって、その 5% があってこその 90% なんですよ。左右する。で、最後のその 5% をどれだけ詰められるかが、この腕だったりだとか、慣れとか、まあ、道具の使い方とか、
道具の選び方とかそういうものに、まあ、関わってくるんですよと僕は思ってます。コーヒー、まあ、今日は雑談でしたけれども、はい、うん、一番はまずここですね。でその後こっち、うん、どっちも大事ですよ。でも順番的にはまずこっちを頭に置いてちゃんと理解してから、うん、こっちに行った方がいいかな。もちろん焙煎度とかも大事だけどね、まあ、焙煎度ってなかなかさ、こう自分で買うとき選べないじゃん今んとこ、まあ、まだあのこの日本の状況下ではさ、最終的にはこの5つのとこにまた組み込んで6つ目のグラフとして、自由に選べるようになるこのなんだ日本というか、あのどこでもそういう調整ができるね状況になっていったらいいかなと思うけど、まあ今んとこ無理だから、とりあえずまあこんなもんとして、はい、そんな話でございます。どうしよう、ここで終わろうか。まあもうちょっと続けてもいいか、ちょっと短かったから、うん、だからこれをまあある程度頭に置いた後はやっぱり腕だよね。これはやっぱね、僕も、これ実際経験したことなんだけども、やっぱね独学じゃね限界がありますね。僕最初コーヒーをやろうって思ってからコーヒー問屋の人、あの道具屋の人にいろいろ聞きつつも、まあある程度独学でやってたんですよ。1年くらいかな、うん、1年は引きこもってた気がする、うちの中で本読みながら、時にあの問屋の人に聞きながら、でやっぱね限界感じてくるんだよねまあどうしたらいいのかなって、で今やってるのって正しいのかな本当にってちょっと不安も出てきて、一応あの僕父親が一緒にコーヒーを飲んでくれてたから、あの意見交換とかしながらね、ある程度はやってたんだけど、僕そもそもコーヒー自体知らなかったから、ある程度の指標としてあの助けてもらっていたんだけれども、まあやっぱり限界は来て、外に出るようになって、いろんなコーヒー屋さんのマスターだったりだとか、ね、いろんな人に話を聞いて、カウンターに座って、それってどうやって入れてるんですかとか、どういう風に入れるんですか、どういう豆をどういう風に使うんですかとか、いろいろ詳しく聞いて、でやっぱりドリップ見ましたね。どういう風にこう動かしてんのかなって聞くのもやっぱり大事だけど、やっぱ一番見るのがいいと思う。見て勉強する、見て盗むって言うじゃないですか、まあ料理とかでも、まあそれを実践したかな。で完璧に猿真似しなくていいんですよ、うん、結局手癖ってあるから、自分にしかできないドリップってきっとあると思うんですよ。だからこそ自分にしか出せない味っていう良さがあるからね。だからまあまずその日はいいかな。でもその日このお店に行きました、そのマスターのドリップを見ました、で頭に覚えてる今のうちに家に帰ってはい入れます。その通りにはならないけど、ある程度こう、まあ、その時は猿真似でいいです、やります。でそれも経験になるからさ、それを一つのこの、まあ、経験として、自分の中で経験値として積み重ねていって、でトータルでこうどうしていったらいいのかなって、そのうちね分かってくるんですよ、なんとなくだけど、ぼんやり分かってるのか分かった気がしてるのか分かんないけど、とりあえず、まあ、経験としてやって、で、まあ自分のスタイルができてくるんだよね。だけどあのね、ありがちなのが、てか、まあ、僕が一回陥ったのが、いろいろ考えすぎて、逆にいろいろ取り入れすぎてわけ分かんなくなってくるの、うん、いやその時ね分かってきていたんだよ、分かってきていたんだけども、無意識のうちに自分の中でこういろんなこう囲いを作ってしまってるんだよね。ここはこうしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、こうしなきゃいけないって、すごく狭いところで自分の考えがまとまってしまって、でそこでこう満足しちゃうというか、うん、他をね見なくなっちゃうんですよ。そうすると終わりだから、まあ僕がそれをどう解決したかっていうと、まあ多分偶然なんだよね。僕本当に結構自分のなんだろう、こだわりってすごく強いんですよ。うん。自分がこれだと思ったらこうだって割とこう思い込んじゃうタイプの人なのね、もともとは。だけどそこを改善してくれたのはこれ言っていいのかな、あんまりいい話じゃねえんだけど、大人になってやっぱ会社で飲み会とかあるじゃないですか。飲み会終わったと僕コーヒー飲むの大好きなんですよ。常にあの夜帰ってきたらコーヒーをどんな状態でも飲まないといられないんですよね、うん、でまあ飲み会から帰ってきて、コーヒー入れるか、ちょっとフラフラやけど今日飲みすぎたけど、とりあえず豆測ってミルで引いて、
なんとか入れた、あ、ちょっと斜めだけど、まあいいや、ドリップに入れ、ドリッパーに入れて、はい、お湯、あ、何度だっけ、まあいいや、とりあえず入れようみたいな、こんな状態ですよ。で、なんか手もプルプルするしさ、あ、まあいいや、もう、ある程度さっさっさっさでいいよみたいな感じで入れたんですよ。でも、それが良かったんだよね、あの、今考えると。あのね、なんかこう、それまで絶対にコーヒーっていうのは、もう俺にとって本当に大事なものだから、大事に入れなきゃいけないから、で、やっぱりコーヒーっていうのは丁寧に入れるもんだからっていう、まあ、考えのもと、すごく大事にやってたんだよ。だけど、その時めっちゃ適当にやっちゃったんだよ、うん、要はこんなくるん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 、何ですかこれ、トルネードチュースにもなってねえぐらいの、うん、本当だいぶ荒っぽいドリップをしてしまったんだよね。だけどそれがすごくなんか結果オーライというか、あ、なんだ意外にうまいじゃんっていう、あ、こうやっても意外に、あ、わりかしうまく入るんだなとか、あとまあそれが何度か続いたりだとかして、まあ自分的にもちょっとね辛い時期もあったりし、まあ、投げやりになった時もあったんだけど、とりあえずまあコーヒーを入れてたからさ、そんな状態でって入れる時もあって、たまにはこう全部投げ捨てて、もうとりあえずもう入れろ入れろみたいな感じでサクッとやった方が、やった方がっていうか、やったらなんか今まで見えてこなかった、その豆の味、あ、こんな味もお前持ってたのみたいな。この、いつも入れてる同じ豆なんだけれども、こういう入れ方をしたら、お湯が温度低かったら、ちょっと引き加減荒かったら、あ、お前こんな味も出せたんだってか。で、俺が出してあげられてなかったんだねっていうのを気づいたんですよ。で、そこを、あ、そこだけを出すためには、この部分だけ、他はちょっと荒いけど、まあ、ここを出すためには、どこからどう引っ張ってきたらいいのかなって、こうまた改めてこれを考えるようになったりだとか、完全に見直すようになったりとかして、でそれに伴って自分のこう思考も変わってきたりだとかして、すごく楽しかったんですよ。また新しいところがあっとなんかこう開けた感じがして、うん、だこんな感じですね、うん、まず基本を固めて、でそれを発展させていって、で、自分のあれが固まったかなと思ったところでそれを全部ぶち壊して、まあ新しく広げて、でまた新しいの見て、でまた外に出てとか、うん、やっぱね終わりがないんだよね、うん、多分またこれからまたある程度固めてまたぶち壊す時期も来ると思うし、まあ、それを楽しみにしてるんだけど、ほんとねコーヒーって楽しいんすよ、うん、こんだけもう今日語ったな今日ね、そう、本当はこの動画ね、サブチャンネルでまったり語ろうかなと思ったんですよ。だけど、いや、この内容は、うん、多分ね、楽しくなる気がしたんだよね。これが楽しいんだよ、コーヒーって。うん、自分のね、こう、目指す味とか、うん、いろいろ考えてさ。で、まあ、こんだけ、そう、だから、ぶち壊したり、いろいろ適当なことやったり、やっても、こう、いいものは見えてくるから、で結局は自分で決めるしかないんですよ、コーヒーの味って。どんなに誰かがそのドリッパーにはその抽出方法合ってないとか、これは邪道だとか、これはおかしいってどんだけ言ってきたとしても、絶対耳を貸したらダメというか、うん、ある程度やっぱ聞く耳は必要だよ。だけど最終決定とか、あ、本当にダメなんだなって決めるのは自分だから、うん、流されちゃいけないと思う、うん、し、あと人に押し付けてもいけないと思う。いろいろやってみたらいいんじゃない？でいいと思うんですよ、結局ね。料理もそうでしょ、いろんなもの全てにおいてそうじゃないですか。人に言われてさ、こうだなって思ったらもったいないじゃん。結局自分の信じるさ、自分のこう歩いてきた道を、なんか壮大な話になってるけども、うん、やっぱり築き上げてこそのコーヒーどうだと思うんですよね。それでこそ趣味だし楽しいし、ずっと一生続けていけるもんだと思うんだよね、うん、へこたれてもねしょうがないし、うん、いろんなこと言われたりだとかさ、うん、まあカズマックスもねこれまでいろいろ言われてきましたよ。で実際自分ダメだなって思ったとこもあったし、うん、これは明確にダメだったなってとこありますよ。だけどやっぱりそれ踏まえて楽しかったしさ、自分の中で飲み込んで消化してさ、新しくこう考えていって、そんな感じでまあ
コーヒーやってますけど、本当楽しんで、あの、まあ、これ一応初っ端の話としては、まあ、コーヒー初心者向け、あの、どうやったらコーヒー安定するのかな、美味しくなるのかな、自分の好きに入れられるのかなっていう人向けの、まあ、動画だったから、まあ、一応その手で話すか、はい、というわけでじゃあ皆さんもぜひあのコーヒー楽しく、はい、やっていきましょう。はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。はい、皆さんのコーヒーワールドもどんどんこうやってね、広げていったら楽しいと思うんで、ぜひぜひ広げて一緒に共有していきましょう。もしあの思うことあったらコメント欄で教えてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。